はい、こんばんは。今緊急で動画回してるんですけれど、まあ皆さんね、もうご存知だと思うんですけれど、アメリカ大統領選挙、ドナルド・トランプ氏が、もう当選確実という結果になりました。はい、これはね、私がね、もう予想した通りですね。もう今回はね、4年前と違ってね、完全に予想が当たりましたね。まあ、2日ぐらい前でしたかね、アメリカ大統領選のね、予想のね、動画を上げたんですけど、もうそこで予想した通りになりましたね。まあ、結局、スイングステート、まあ、激戦7州って言われているところ、今のところ、ウィスコンシン、トランプさんがもう確実に、取ったと。あとはジョージア州、ペンシルベニア、ノースカロライナ州、4つは確実に取ってて、あとまあミシガン、ネバダ、アリゾナは、まあ、僕が今見てる、ニュースだとまだ結果は出てないんですけど、まあここ残り3つでも、まあ、トランプさん有利なので、もう結局激戦7州全てトランプさんが取るっていう結果になる可能性が高いですね。ということで今のところ、選挙人をね279人獲得して、過半数の270人をねもうすでに超えてますんで、まあ、当選確実っていう形になりましたね。はい、なので、まあ、今回の選挙はもうトランプさんが圧勝っていう形になったんで、これでも本当にスムーズに大統領選を終えるっていう形になりますね。まあ、これがトランプさんが僅差で負け出たりとかすればですね、やっぱりここをあれですね、ちょっと引きずって、まあ、ごねてしまってですね、またそのドミニアに原因があるって、で、また全部ね、票を数えるのをやり直させたい、場合によってはもう機械が信用できないから全部手作業でやれとかね、まあ、結果が出るまで1ヶ月とかね、かかるっていうこともね、予想してた人もいたんですけど、まあ、かなりの圧勝という形になったんで、まあ、トランプさんが圧勝すれば、これでハリスさんが認めないっていうことはね、まあ、まずないと思うんですよね。っていう感じで今回の大統領選は非常にスムーズに決着がつくっていう流れになりましたね。まあ結局その選挙前のアンケートとか世論調査見ててもほぼ互角って言われてたんですけど、僕前回ね動画でも予想したんですけど、まあ、互角っていうことは隠れトランプがいるから、隠れトランプによってトランプさんの票が増えて、互角よりもトランプさんの票が増えるっていう流れになるんじゃないかなと思ったんだけど、これおそらく僕もね予想通りだと思うんですよね。結局なんかカリフォルニアではハリスさん圧勝とかね、そういうニュースとかも出たんですけど、まあ結局ですね、激戦7州以外の州はもうほぼ最初から結果決まってるんで、まあ、代表殿獲得とかね言ってもですね、まあ、意味がないんですよね。なので結局はスイングステートの無党派層がどちらに投票するかで決まるわけであって、まあ、スイングステートっていうのは共和党と民主党の支持者の数がねほぼ拮抗してるので、まあ、どっちに転ぶかわからないわけなので、まあ、無党派層が今回の選挙でどちらを応援するか。で、その応援するポイントは、やっぱり僕は経済が一番のキーポイントだと思ったんですよ。というのは、今のバイデン政権って、まあ、インフレがね、ひどい状況で、その低所得者の方の生活がね、非常に苦しいわけですよ。で、移民政策も、まあ、失敗って言われてるわけですよね。移民をですね、かなり無制限に流入させてしまって、それによって治安が悪化したりとか、もともとアメリカにいた国民の失業者が増えてしまったりとかですね、まあ、良くないことがあったわけですよ。まあ、それはもちろんね、ロシアがウクライナに侵攻して、それによって武器支援をしないといけない、そちらの方にお金がかかるとか、あるいはその戦争があることによってロシアに経済制裁を加える、それによってエネルギー価格が上がってインフレがひどくなるとかね、そういう良くないこともありました。まあ、これがトランプさんが大統領だったらそもそもその戦争がなかったんじゃないかっていう意見もあるんだけれど、まあ、それもあったのと、あとまあちょうどねコロナ禍が明けて、でコロナ禍の間にばらまいていたお金を一気にアメリカ国民が使うようになって、
急激に経済が活性化して、それによってインフレが助長して、でそれによって、低所得者の暮らしが厳しくなったっていうですね、まあ、いろんな要因が重なってて、バイデン政権ってとにかく経済が悪かったんですよね。なので経済が今非常に悪いですよってなると、このまま副大統領をしていたハリスが大統領になっても今と経済変わんないから変えてくれるっていうのを期待する気持ちが一番強いと思うんですよ、アメリカ国民は。で特にスイングステートの無党派層の人たち、まあ、その人たちがどこにかけるか、どっちにかけるかってなると、やっぱり変えてくれるっていうのを、期待するので、トランプさんに、かけるんじゃないか、まあ、それを予想してね、それがね見事に当たったと思うんですよ。もちろん経済以外のね、いろんな要因あると思いますよ。移民政策とか、あとはトランプさんの日頃の発言とかね、犬とか猫とかペットを食べるとか、まあ、それによってね、まあ、ハイチの人たち、あるいはハイチから来た移民の人たちはすごく傷つくとは思うんですけど、まあ、それ以上に移民に対して非常に懸念しているアメリカ国民ってたくさんいますので、まあその犬や猫を食べるっていうのが虚言であったとしても、それでもですね、トランプさんを支持するっていう国民が多いわけですよね。なのでトランプさんが、まあ、裁判を抱えてるとか、しかも女性問題でね、いろいろ訴えられたりとかね、まあ、そんな人を候補者として認めていいのかって、そんな人が大統領になってもいいのかっていう意見もね、日本国内のマスコミでも出てるんですけれど、アメリカ国民にとってはそれよりも今の経済を立て直してくれるっていうことを、一番重きを置いてるっていうのもあると思うし、まあ、日本人ほどアメリカ人ってですね、そういうスキャンダル的なものを気にしないっていう傾向があるわけですよね。日本人の方がむしろそういう政治家のスキャンダルを徹底的にみんなで叩いて許さないっていう傾向が強いわけですよね。あとは移民政策にしてもですね、やっぱりこれ以上移民が増えては欲しくないって思ってる人の票が伸びたっていうのもあるし、あとはまあ中絶に関しては、やっぱり女性票と男性票をですね、今回見比べたら、やっぱりハリスさんに投票する女性の人って多いんですよね。女性票ではトランプさんが負けてたりとかするわけなんですけど、まあただそのキリスト教福音派の人たちは中絶反対に対して支持してくれるわけだし、まあ、今回ね、トランプさんの奥さんのメラニアさんが中絶の権利を認めるべきって、まあ、夫婦で意見が割れてて、まあ、それが逆に中絶の権利を認めてほしいっていう女性の票を逆に共和党が少し獲得したっていう可能性もありますよね。っていうか、まあ、支持するっていう形ではないんだけど、別に中絶のそのものはですね、連邦で違法にするっていうわけじゃなくて、州ごとの判断に任せるっていう方針なわけなのでね、共和党も。なのでまあそれによってある程度の票を獲得したっていうのも考えられますよね。であとは、まあ、株とか為替をですね見たら、日経平均はですね、今日の終値が 39,480円で、プラス1005円なんですよね。なのでこれはね、明日はねもっと上がると思いますね。あと為替はね、今見たら1ドルが154円16銭、急激に円安ドル高が進んでますね。なので今日日本時間の夜11時半にはね、 S&P500 とかアメリカの株価も出てくるんですけれど、まあそれもね上がるんじゃないかなって思いますね。なのでまあ僕は日本の株よりもね、アメリカの株の方をたくさん投資してるんで、まあ S&P500 がね上がることもね期待できるし、まあその円安が加速して日本の物価高がまた進んでしまうんで、まあね、国民の暮らしは厳しくなるんだけれど、まあアメリカの株に投資している日本人にとってはもう2つのあれですよね、追い上げの要因がありますんで、まあ、かなり資産が増えるんじゃないかなと思うんですけど、これはねまあ一時的なもんですよ。やっぱり為替は今後もですね円安傾向になっていくと思うんですけど、株価に関しては、まあ、大統領が変わって
まあ、期待できるだろうっていう形ですね、一時的に上がってるんだけど、またこれしばらくするとね、戻ってくるんじゃないかなって思いますね。まあ、結局トランプ政権になると、まあ、減税の方針なんですよね。特に法人税減税したりとか、それによって今までよりもたくさん国債を発行しないといけないわけですよね。となるとたくさんの国債を発行するためには金利を上げないと買ってくれないわけですよね。なので今アメリカインフレが加速して、本来はインフレがちょっと落ち着いてきて、それでFRB のね金利も下げていくっていう方針なんだけど、国債を大量に発行するっていう見通しなんですよ。そういうふうに投資家見越して、まあ、金利が上がっていくだろうと。となると日米の金利差がまた広がってしまって、円キャリートレードがまたね再開してしまって、円安ドル高に進むだろうっていうふうに見越して、となると日本の輸出企業がさらに伸びていくだろうという形で日経平均がね上がっていって、でおそらく明日の朝にはさらに上がって4万円超える可能性が高いですね。まあどれぐらい上がるかわかんないんですけど、またでも落ち着いてきて下がってくるって、結局3万8000円ぐらいにまた戻ってくるんじゃないかなとは僕は予想してるんですけど、まあ株価は上がってほしいなとは思います、日経平均も。っていう感じですよね。なのでアメリカの経済も期待して、まあニューヨークダウとかね、 S&P500 とかナスダックとかもね上がってくんじゃないかなって思います。はい。あとはそうですよね、トランプ政権になれば石油とか石炭をどんどん採掘する方向に走りますんで、トランプさんは、CO2 が増えることによって地球が温暖化していってるっていうこと自体を否定する人なので、まあアメリカ国内の石油とか天然ガスの産業はもっと活発になっていて、それによってエネルギー価格が下がるかっていうことも期待できるし、あとは、まあ、トランプさんが大統領になったらウクライナとロシアの戦争をすぐに終わらせるって言ってるんですよね。これもぜひすぐに終わらせてほしいと僕は思いますね。まあなかなかその停戦っていう形になると思うんですけれど、すぐに戦争を終わらせるってことは不可能なんですよね。プーチンもあとゼレンスキーも絶対に譲らない人なんでね。なので今のドンバス地域とあとクリミア半島とかロシアが占拠しているところを境目にして軍事境界線にして、でウクライナへの武器の支援も少なくするかストップするかして、でプーチンを説得して、ゼレンスキーを説得させて、まあ停戦させてしてくれたらいいなと思いますけどね。まあそれによってロシア の強権的な軍事侵攻を許すのかっていう話にもなるんですけど、僕はそれよりも犠牲者をまず減らして停戦するっていうことが大事だし、それによって、まあ、結果的にロシアへの経済制裁が小さくなれば、またロシアの天然ガスや石油が世界中に回ってエネルギーの価格が下がるっていうこともあるかもわからないですけど、そこはねまだわかんないですけど、あとはイスラエルとイラン、ハマス、ヒズボラに関しては基本トランプさん、バイデン以上にイスラエル寄りの人間なので、まあイスラエルの戦争はまだまだ終わらないだろうと。場合によってはイランに対して今まで以上の強い制裁を加えることによってイランとイスラエルが本格的な戦争を起こすっていう可能性もありますので、それによって株価が下がるっていうことも考えられますし、まあ、そもそも犠牲者の数をこれ以上増やしてはいけないっていうふうに僕は思いますね。あとはあれですよね、日本との関係、まあ、今日本の総理大臣石破さんなので、まあ、石破さんがどれだけトランプさんと良好な関係を築くことができるか、まだ日本の総理大臣これから変わっていく可能性もあるんですけど、わかんないんですけど、まあ、石破さんにどれだけ外交能力があるか、コミュ力があるかっていうのはね、わかんないんですけど、まあ安倍さんほどの能力はないなと思います。まあなんでこんな時に安倍さんいてくれないんだってね、本当に悔やまれることなんですけど、こんな時に安倍さんがいたらね、またトランプさんとの蜜月関係を築いてくれて、日米同盟をより強固にして、そうするとね、それはもう外国に対するね威圧
抑止力になりますんで、すごく日本にとって有利なんですけど、まあ、これを石破さんがどれだけ活躍してくれるかですよね。石破さんってゴルフやれるんでしたっけね。トランプさんと仲良くなるためには一緒にゴルフやるっていうのがね、一番大事だと思うんですけど、はい、あとはまあ米軍のね駐留費のこととかね、どれだけ上手に交渉ができるか。もうトランプさんはもう差しでね、1対1でディールをする人なんでね、いい関係が築ければいいなってね思っております。という感じで、そうですね、激戦州の結果もまだ全部出てないんですけど、まあもう完全にトランプさんの圧勝は間違いありませんので、まあ、今回は自分のね意見を簡単に述べさせていただいたんですけど、まあ、今後の世界情勢の予想とか株価とか為替の予想もですね、自分の意見をお話しさせていただこうと思いますので、今日はこれぐらいで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。